老齢年金のですね、基本事項の解説、確認なんですけれどもね、老齢年金の受給資格期間、これは原則、現在はね、25年になってますけれども、近い将来10年にね、短縮をされる見込みです。で、その老齢年金の受給資格期間を満たしている人の場合、次のような形でね、老齢年金が受給できるという形になってます。大きく分けて2つに分かれるんですけど、まず1つ目は60歳代前半の老齢年金の形についてお話をしますね。60歳代前半の老齢年金は、性別、生年月日に応じて定められている、支給開始年齢という年齢からですね、特別支給の老齢厚生年金が受給できます。ただしですね、厚生年金に加入期間が1年未満の方はね、この特別支給の老齢厚生年金というものは、もらうことができません。またですね、昭和36年4月2日以降生まれの男性の方とか、あるいは昭和41年4月2日以降生まれの女性の方には支給はされないと、こういうことになってます。で、2つ目はですね、60歳代後半以降の老齢年金についてなんですが、65歳からは老齢基礎年金、それから差額加算、経過的加算というような言われ方もしますけどね、その差額加算と、それから老齢厚生年金の報酬比例部分ですね、これらを受給することになります。ただし、厚生年金加入期間がね、一月もないという方の場合は、老齢厚生年金の報酬比例部分というのは支給はされない、ことになります。で、この60歳代前半、それから60歳代後半以降ですね、両方共通なんですけども、過去に、厚生年金基金加入期間もある方の場合はですね、別途基金代行額とかですね、あるいは、基金の独自給付というものを受給することができます。